なんじゃこれは。ダブル N はもう見事としか言いようないです。スポーツプラスで少し、ESC の介入の敷地を、まあ、緩めることができるんですけども、それでも弱アンダー気味でいくので、スポーツプラスでもテールが流れるようなところまでいかないですね。だから車のスタビリティももうカレラ4に乗ってるような感じの、高いスタビリティを持ってます。ですからトラクション性能と安定性が、まあ、タイヤが実は前後に全長は50ミリしか変わらないボディに対して100ミリ伸びたおかげで、まあ、キャビンは広くなったんですけども、実はリアのエンジンとリアのタイヤの距離は逆に詰まった感じがあるので、後ろのこう慣性モーメントが小さくなって、ものすごくダブルエンチェンジでは今までみたいに後ろに重たいエンジン背負ってバーンというのがほとんど感じないですね。だからミッドシップみたいな感じになってきましたね。で全体的に言えば、まあ、贅沢なことを言えばちょっとアドレナリンが出ないので、いつも安定しているので、まあ、カレラ4乗る人には今度のカレラ2は最適な911のスポーツカーかなっていう感じがしました。911のつぼで行ったらケツ流れちまうわ。すごいですね、止めきれないんですね。だから991がいかにすごいかだよね。997だと入り口で、スパンとこう左切って元のレーンに戻るときに、やっぱりリアのエンジンのイナーシャが残ってかなりこうオーバーステアになっていきますね。それはノーマルモードでもスポーツプラスでも同じなんですけども、まあ、スポーツプラスの方がより過激に敷地が少し下がるおかげで、よりオーバーステアになりやすいんですけど、つまりタックインとかオーバーステアがまだこの997は出るんですけど、カレラ4でも。でも991はカレラ2のくせに全然それが出ないんですね。ですからついに991で、タックインが絶滅した、まあ、きっと亡くなったポール・フレル先生は、まあ、草葉の陰で悲しんでるんじゃないかなと、まあ、先生はタックインをこよなく愛してましたから、タックインがなくなった991、車としてはもう思いっきり正常進化してるんですけど、ただそのタックインがないというところに、まあ、昔のポルシェの、円数なこう乗り味のアドレナリンを求める人たちから見たらどうかなという感じがします。